こえますでしょうか。本日はこの通りかなりざわざわした環境からお届けしております。チャコラジ史上初ですね。今日はジョイフル、あのファミレスで収録しています。ですね、っていうのも8月とか7月がですね、ちょっと暑すぎてあの収録部屋にね、セミの声が入っちゃうっていう最低の収録環境になっちゃうので、もうどうせ静かな環境で撮れないんだったらあえてざわざわしたところで撮っちゃおうという、まあ、そういう試みでございます。音質重視のリスナーさんはちょっと申し訳ないんですが、まあ、逆になんか私とファミレスでこうなんか疑似的に喋っているような疑似ラジオをとしてなんか今回お送りできたらいいかなと思います。そして、今回は雑談会でございます。先週ですね、ついにタコラジ始まって、多分初めてじゃないかな、1週間公開か、配信をねお休みしました。で、今週その理由を説明しますっていう風にツイッターでこそっとツイートしておいたんですけど、ですね、まあ、端的に申し上げますと、タコラジの休止のお知らせになります。まあ、もうちょっと厳密に言うとね、不定期更新になるよっていう感じなんですけど、はい、まあ、それの理由とかについて今日は雑談めいてお話ししていきたいと思います。まあ、以前100回記念やった時に、まあ、このチャコラジ1000回とかね、いけるようにこう続けていくことが正義だっていうことで、自分の好きなものについて喋るっていうラジオを続けることが第一だっていう話をねしたんですけど、ですね、飽きたとかそういうことじゃなくて、てかストックネタは死ぬほどあるんですけど、てかなんならね、先週用のもう、録音したやつあったんですけど、あのデジモンの回をね配信しようと思ってたんですよ。8月1日がねデジモンの日っていう日にあてがわれているので、まあ、それに先駆けてデジモンの、サブカル部のエピソードを配信したりしようかなと思っていたんですが、ちょっとね状況がねこの1ヶ月2ヶ月で大きく変わりまして、決断をしなければならないということで、もうチャコラジはやってる場合じゃないなっていうことではい、休止を決定しました。で、まだ実はねこれ多分公にしない方がいいんですけど、まああんまりチャコラジ聞いてる人いないので、まあいいだろうっていうことでちょっとここで言っちゃいますけど、とある別のねラジオ番組のなんかゲストの応募キャンペーンに私のねこのチャコラジが当選しちゃって、キャンペーンに当たっちゃったんですよ。でそれっていうのが、第何回目だったかな、100何回目かのエピソードで、ゆる言語学ラジオの、初の書籍言語沼っていう本があるんですが、それの感想を言うポッドキャストを募集してますよっていうキャンペーンに応募して、まあ、チャコラジでその感想を喋るエピソードを配信したんですが、でその、まあ、言語沼っていう本の感想を喋ってくれたポッドキャストの中から抽選で一組選んで、当たったらゆる言語学ラジオのねお二人のパーソナリティ水野さんとか堀本さんっていう方がいるんですが、その方たちがその番組にゲストに来て1本収録できますよっていうキャンペーンだったんですよ。で私は当然ねそんなもの当たるわけないとメリットないからね、彼らにこんな弱小ポッドキャスト趣味でやってるあれに当選させたところで何のメリットもないので、まあ、私は当たるわけがないと思って、もう一人のファンとして、エピソードアップロードしてたんですが当たりましたっていうメールがね水野さんから来てね、もうびっくりしてるんですけど、マジで一日中大騒ぎだったんですよ。マジでメール来たとか言ってたんですけど、でですね先日そのメールのやり取りしてて、収録日どうしましょうっていう話してて、8月末に結局対面収録することが決まりました。ただチャコラジの中で私はもうゲスト呼ぶ気はなくて、お二人を何回も言いますけど、このポッドキャストに彼らが来ても何のメリットもない、誰かに多くの人に聞いてもらえる可能性は低すぎるので、そうじゃなくて彼らがやっている、ゆる学とカフェっていう、まあ、喫茶店をこの6月から始めまして、でそこの喫茶店は
ラジオブースが併設されている、まあ世界初だろうって堀本さんはおっしゃっていたんですが、っていうあの施設を作られていて、まあ、そこでゆる言語学ラジオとかも収録をしているんですが、その他にですね、こうそのラジオブースっていうのは一般人でも入れるんですよ。お金を払えば1時間何千円とかでお金を払えば、素晴らしい機材を使ってこう収録したり、いい音質でラジオが撮れるよっていう設備が整ってるんですけど、でそこで撮ってくれた動画とかラジオを全部ひとまとめにして1個のチャンネルに、 YouTube のチャンネルにアップロードするよっていう、こうフローも流れも作ってらっしゃるので、どうせならそこにそのコラボラジオをアップロードしていただけないかとお願いしたんですが、 OK ですよっていうふうにいただいたので、なぜかゲストのキャンペーンに当たった私が彼らの番組に彼らの番組というか、彼らの持っている設備内で設備を使って収録して、そこに動画を放流するっていう流れになって、ちょっとややこしいんですが、まあ、そういう流れになったしていただいたので、それに向けて今ちょっと話のネタを作っているというか最中でしてね、1時間しか時間取れないって言われたので、何喋ろうかなと思って、でそのトークネタを考えている時、同時にですね、私がかねがねやっていた趣味を結構掘り下げている時期でありまして、私ね、そのゆる言語学ラジオのせいでね、ゆる言語学ラジオの主に水野さんのせいで、水野さんっていうのは言語オタク、言語系の学部は出てるんですけど、言うても素人だって本人はおっしゃっているけど、辞書読むの大好きとかみたいな、こう言語オタクなんですね。まあ、そんな素人言語オタクの水野さんがこう楽しそうに言語のお話とかされていたっていうのもあって、こうなんていうんですかね、一見理解されなさそうな、しかもマイナーな趣味みたいなものを掘り下げる喜びをね、私もちょっと開花してしまいまして、もともと私も言葉とか好きなんですけど、あのね、ネーミングを収集するのにめっちゃここ 1、2年かなくらいで結構明確にやりだしたんですよ。それまでも生きてきて、このネーミングとか商品名面白いなとかっていうのは結構あったんですけど、メモ帳にメモるとかは一切やってこなかったんですね、めんどくさいから。でも今回っていうか、そのこの 1、2 年でゆる言語学ラジオのせいでそういうネーミングに出会ったら、まあ、メモ帳にざっくりですけど、こういう商品名、何々で面白いみたいにメモを書くようになってきていまして、で今回水野さんとそのラジオ喋る、ゲストのあれね、収録するにあたって、そのネーミングの収集してることについて、ありがとうございます、喋りたいなって思ったので、ちょっとその趣味をがっつり掘り下げようかなと思ったんですよ。それプラスどうせやるんだったら本気でやってみようかなっていうのはちょっとあって、今はそのメモ帳に本当に雑にまとめてるだけだったので、ちょっとちゃんとデータベース化しようって思って、今ね2万件ぐらいは集まったのかな、全然なんかちゃんと分析できてないんですけど、とにかく商品名を集めまくる、それをなんか表計算ソフトに打ち込むっていう作業を、じわじわやっていて、それをもとに水野さんと今回収録の時に8月末にお話を収録しに行けたらいいなって思ってたんですけど、ただそれとこう同時並行でチャコラジの収録とか編集とかをやるのが、まあ、きついなっていう風に、シンプルにきついなっていう風に思って本当はね同時並行でやりたかったんですけど、まあ、平日バイトもしてるし家事もやってるので、そうなんかリソース割けなくなってきちゃって、限られた時間でこうハイクオリティな、できるだけなんでしょうかね、こう適当にならない、適当っていうか なんですかね、熱中して没頭してやりたいので、全集中でやりたいので、なんか時間なくてこれぐらいしかできませんでしたっていう風になるくらいだったら、こう一定期間今はネーミングに集中しようっていう風で、ちょっと本気でやろう、やってみようかなって思うようになりました。
そのせいでというか、でそれに伴いましてチャコラジとは別で10月から、別の新しい、ラジオ YouTube でも同じほぼ同じ内容を配信しようと思ってるんですが、ネーミングに関するネーミングだけを紹介する取り上げる番組を1本新規で立ち上げたいと思います。で、まあ、今そのなんですかね、ネタのストックをやったりネーミングの分析とかをやってる最中っていう感じなので、もうそれに集中したいのでチャコラジは今後不定期配信にさせていただこうという運びになりました。はい、というのが今回お伝えしたかった内容です。どういう形式で新しい番組をやろうかなとかっていうのは確定してないんですけど、まあ、でもだいぶコンセプトとかは決まってきて、なんか大人の自由研究みたいな感じで、ちょっとそのニッチすぎるじゃないですか、ネーミングを収集するっていうね。だから そこに本気で大人が取り組むとどういうことになるのかっていう、ちょっと気持ち悪い突き詰めた感じを、面白おかしくやれたらいいなと思っています。で今決まってんのは、その新しいラジオは週2回配信、火曜日と金曜日かな、私の時間が取れる曜日で火曜日と金曜日を目指していて、1本あたりチャコラジはね長いんですけど、基本的に30分とか1時間とか超える回が多いですけど、その新チャンネルでは新ラジオでは、まあ大体10分弱、長くても15分、15分行きたくないですね、10分以内で収めたいっていう、なんかこう1本サクッと聞ける回に感じにしたいなって思ってます。目標としてはですよ、これうまくいかなかったらもうすっぱりやめようと思ってるんですけど、半年で収益化を目指したい。 YouTube にも流すんですけど、収益化つまり1000人ですね、1000人チャンネル登録者数で、なんか総再生時間が何千時間かいくと収益化してるんですけど、それを目指したいので、まあチャコラジはもともとさ、なんていうの、もう自分の世界でやってるから、ジャンルごちゃごちゃだし、なんか本当に物好きしか聞かないっていう体でやってますけど、そう新しいラジオやるんだったら特化型のね、そのネーミングとかなんか一個のジャンル、ニッチなジャンルに特化した番組やりたいって思ってるので、特化型チャンネルだとどれぐらい伸び率変わるのかなとかいうのを結構検証したいっていうのもあって、まあ、500人で止まるかもしれませんしね、分かんないですけど、でもこんなさクソしょぼラジオでもさ、今チャンネル登録者数メインの方で200人ぐらいいるんですよ。でもそれでもさ2年とか3年とか経ってるからさ、やばいですよね、半年でマジ100人いくのかっていう。ちょ恐怖なんですけど、でもさ言語界隈がね、ゆる言語学ラジオとかの、コメント欄とかのあれを見てると、まあ、ある程度一定数いるんだなっていうのは分かってきたので、言語に興味がある人にリーチしたら、まあハマれば伸びるのではないかと思いますし、ダメだったらダメ でもしなんか収益化したら、その私はね参考文献の書籍を買いたいと思ってるので、今ねお金がなさすぎてマジで本が買えないので、なんかすごい雑なことしか言えないわけですよ。それでもいくつか本は買ったんですけど、もうちょっといろんなジャンルのなんか知見とかをこうコンテンツとして出せたらいいなって思ってるので、早く収益化してたくさんのいい本をね買いたいなっていうふうには考えています。というわけで、今回はそのチャコラジお休み、しばらくお休みするよっていうののお知らせでした。そういうわけで先週はねもう一旦ちょっといろいろ間に合わなくなってきたので、お休みしちゃおうって思ってお休みしたんですけど、で今後は、まあ、更新しても多分雑談会ぐらいになると思います。あでもねあれはやるつもりです、そのゆる言語学ラジオ そのゲストの収録に行くときね、東京のスタジオに行くんですけど、そのゆる学とカフェ、ラジオブースが併設されているカフェのレポートラジオは確実に1本やる予定ですので、許可も得たのでね、それはレポ部でレポート部の方でやりたいと思いますので、それは確実にどっかで9月かなくらいに更新すると思いますが、
それ以降はもう雑談会ぐらいしか多分取らないと思いますし、わからん、なんか突発的にチャコラジでやりたいなっていうネタがあったらやるかもしれませんが、はい、それはわかりませんの でもしよろしければ新チャンネルがね、新ラジオが始まったら、そちらも興味がある方はね、ネーミングなんか興味ねえよっていう方はあれですけど、なんかそういうなんか気持ち悪いニッチな気持ち悪いあれに精を出す大人の所業が見たいよっていう方にはおすすめできたらいいなと思うので、気になる方は覗いてみてください。というわけで今回は以上になります。すいません、ちょっとざわざわした環境からお送りしてしまいましたが、はい、ですので、まあ、次回ちょっといつ更新になるか分かりませんが、今後ともお楽しみにしていただければと思います。このありがとうございました。ではまた次回、バイバーイ。最後までお聞きいただきありがとうございました。シャコラジでは引き続き皆さんからのお便りを募集しています。お便りはツイート、メール、お便りフォームで受付中です。詳しくはチャコラジの概要欄をご覧ください。